オメグッペです。メグッペ、髪を切りました。珍しく巻いてみたりなんかして、ちなみに前髪はサジを投げられております。はい、文法シリーズはただいま準備中です。出来上がり次第アップします。ということで、今回は髪を切ると言いたい時の英語表現をチェックします。まず問題です。次の括弧には get、have のどちらが入るでしょうか。答えは1が get、2が have でした。まず一つ目の did you get a haircut? 髪切った? Did you get a haircut? これは女性が男性に言ってほしいセリフ第1位でしょうか。もう一つが I want to have my haircut。 髪の毛切りたいな。 I want to have my haircut です。 Get a haircut、 Have one's haircut で髪を切る、散髪する、髪を切ってもらうというような意味になります。以前こんなことがありました。留学していた当時、ある授業の時に教科書にそういう話があったのか、まあ、誰かの話でそうなったのか覚えてないんですけど、髪を切るっていう表現の話になったことがあって、でその時に私が I had a haircut というような言い方をしてしまったんですよね。でするとそれを聞いていた先生が一瞬ん?っていう顔をして、その後にそれは Have your haircut、 もしくは Get a haircut だよというふうに言い直したんです。その時はまだ英語ビギナーにちょっとケアが入ったぐらいだったので、いまいちよく分かってなかったこともあって、言われたことに対してパニックになってしまったっていうことがあったんですが、おかげで覚えました。単語チェックです。 Get a haircut の get は受ける、もらう、得るという意味の他にも、何々してもらうという刺激の意味もあるので、Have と同じように Get one's haircut と言えなくはないようなんですが、一般的には Get a haircut のように使います。また Have one's haircut の Have は持つ、持っている、所有するという意味の他に、何々してもらう、何々させるという刺激の意味があり、 Have one's haircut の One's hair をカットしてもらうという意味になります。そこから散髪するということになるんですよね。では練習してみよう。 Did she get a haircut? Did she get a haircut? Did she get a haircut? When did you get a haircut? When did you get a haircut?When did you get a haircut? How often do you get a haircut? How often do you get a haircut? How often do you get a haircut? Where do you always have your haircut?Where do you always have your haircut? Where do you always have your haircut? I had my hair cut. I had my hair cut. I had my hair cut. Who had your hair cut?Who had your hair cut? Who had your hair cut? When are you going to have your hair cut next time? When are you going to have your hair cut next time?When are you going to have your haircut next time?
おまけコーナー。ここでは髪型にまつわる英語をチェックします。まずお団子。お団子はバン、 B-U-N でバンです。小型の干しぶどうが入ったパンのことも同じ B-U-N でバンと言います。続いて三つ編み。三つ編みはブレイドもしくはプレイドと言います。よく似た表現なんだけど、片や BRAID、 もう一つは PLAID と綴ります。ブレイド、ブレイドもしくはプレイド、プレイドです。ブレイドもプレイドも名詞で三つ編みっていう意味もあるんだけど、ブレイドもしくはプレイドで三つ編みにするという意味にもなります。続いてポニーテール。ポニーテールはポニーテール、まあ、これはもうそのままポニーテールですね。馬の尻尾、あの馬の尻尾から来てる名前ですけど、ポニー、ポニーテール、ポニーテールと言います。ツインテールはもうツインテール、ツインテールズかなで、大丈夫です。続いて前髪。前髪はフリンジもしくはバンクスと言います。フリンジは FRINGE でフリンジ、バンクスは BANGS でバンクスという言い方をします。他にフォアラック、フォアラックという言い方もあるみたいなんですが、私は使ったことがありません。続いてパーマ。パーマ、まあ、これはパーマじゃないんだけど、パーマはパーム、パームと言います。パームはパーマネントという単語の略です。これもカナダに行った時になんかパーマの話になって、私がこうパーマネントヘアって言ったらすごい突っ込まれて、いやパーマネントっていちいち言わないよね、もうパームだよね、すごい言われたので、それはそれでまた覚えたんですけど、パーマはパームです。パーマをかけに行くは go for perm。 パーマを当てる、当ててもらうという時は get a perm とか have one's hair permed というような言い方をします。あとはショートヘア。私も学生時代はもうこんぐらいのすごい短いショート、もうショートよりも短いベリーショートかなにしたことがあるんですけど、そういうショートヘアのことを言いたい時は I have short hair というような言い方ができます。彼女の髪が短いであれば She has short hair です。ショートヘアにすると言いたいときは Have one's hair cut short、 Have one's hair cut short のような言い方ができます。そしてショートよりもとことん短くするときはバリカンを使って刈りますよね。そんなときに使うバリカンは英語では Hair clippers、 Hair clippersと言います。なんでバリカンっていうのかなと思ってたら、バリカンはフランスのバリカン MR 製作所っていう会社があって、そこの名前が定着してこの刈るものをバリカンと呼ぶようになったそうです。フランスのバリカン MR 製作所からあのバリカンっていう名前が広まったそうです。以上、今回は髪についての表現を紹介しました。普段あまり使わない表現もあるかもしれませんが、いつどこで話題になるかわからないので、今から練習しておきましょう。めぐっぺでした。またね。めぐっぺです。ぜひチャンネル登録して他の動画も見てね。